スターウォーズをテレビで放映したときに、うん、やっぱりね、主役のルークと、うん、ハンソロと、うん、レイヤーの声が、うんうん、芸能人の方だったんですよね。ええー、そうなんだ。今でも鮮烈に覚えてるんですけど、ルークの声が渡辺徹ですよ。一番ラガー刑事ですよね。一番初めのスターウォーズですか？そうです、そうです。渡辺徹ですね。はい。水島優さんですよ。あ、まだ私の中で声優さんだからな。で、ハンソロの声が松崎しげる。それで、レイヤ姫の声が大場久美子さんだったんですよね。俺何だったんだろう、この組み合わせと思って。意味わかんないなって今でも覚えてるんですけど。あったりとか、3人で活動されたりとかしたことあったんですかね？ない。ないと思う。俺の知る限りではない。